文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net ドットネット、ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお送りしている矢吹奈子のレコメン、今夜はこの方をゲストにお迎えしてます。はい、内向的な仲間、丸山礼です。落ち込みやすい我々が集いました。よろしくお願いします。テンション高めに。でもそうですね、人見知り克服しましょう。今日は我々でいいですね、はい、でも人見知り同士だと大丈夫じゃないですか。なんか分かるかも、気持ち的になんか同士が来たなってそんな気がするんです。私もなんか安心して、今日はあと今日髪型が一緒嬉しい。お団子してわかる、ぴょんぴょん出しちゃって、とりあえずね毛先を外に出していけばなんとか、最近これ流行ってますね。わかりますわかります。ちょっと雑な感じも可愛いよみたいな、うんうん、そうそう、カチモリみたいなね。そう、カチモリヘアっていうんですよ。はい、一緒でございます、はい、ということで引き続きよろしくお願いします、はい、お世話になります。はい、丸山さんはですね、火曜レコメンの花子秋山さんと同じ事務所で、あ、そうです、その後輩に当たる、ね、秋山さん、そうです、はい、もうデビューする前からすごいお世話になってますね、うんうん、そうなんですね、はい、もう7年8年ぐらいで、なんとですね、その先輩の秋山さんから、はい、丸山さんに関する情報が、え、コメント、音声コメントで届いてるそうなんですよ。贅沢、本当ですか？聞いてみますか。え、いいんですか、はい、嬉しい、池本さん、何何何、どうぞ、はい、水曜レコメンをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティの矢吹奈子さん、ゲストの丸山礼ちゃん、こんばんは。火曜レコメンパーソナリティの花子秋山です。今回、同じ事務所の後輩の丸山礼ちゃんがゲストということで、矢吹さんやリスナーさんに僕が知っている丸山礼ちゃんの情報をちょっと伝えてほしいですと言われたんですけども、まあ礼ちゃんとよく会ってるのは新しい鍵の収録でよく会ってますけども、最近新しい鍵ってその学校にロケ行ってるんですけど、高校とかで、そこで収録してる時にもうすごい数の生徒さん、全校生徒の前で収録とかするんで、すごい数の生徒の方に囲まれて、わーって収録するんですけど、カメラが止まってる合間とかに、レイちゃんは自分からこう、近くにいる生徒の方に近寄っていって、お話とかをしてあげて、すごいそれで生徒たちが喜んでる姿、というのをよく見るんですけど、あれが素敵だなと僕は思っています。シンプルおめ。羨ましいなと。あ、そういうのがね、できない。僕はもうすごい人見知りだし、できない性格なんで。そういったレイちゃんをすごい見かけた時に素敵だなと思っていますんで。ぜひ、そんなレイちゃんの素敵な部分がたくさん出る放送になったらなと思っておりますんで。レイちゃん頑張ってください。はい、以上、火曜レコメンパーソナリティの花子秋山でした。イエーイ、ありがとうございます。秋山さんありがとうございました。嬉しい。すごいめっちゃ褒めてましたね。そうなんですよね。もう本当に、うん、まあ新しい鍵の収録って月に 2,3 回ぐらいあったりして、だいたいその東京近辺の高校とかにお邪魔して、はい、だからもうその行くまでのロケバスも一緒だし、そっか、ロケしても一緒だしみたいな。大体もう1日一緒みたいな。そうなんですよ。感じなんですね。で、高校生の子たちってやっぱり芸能人に会えたら嬉しいし、うん、キャーってなりますよね。そう、あと私やっぱフォロワーの人の、はい、9割が18歳から24歳の女性なんですよ。だからもうドンピシャ世代みたいな子たちがいるから、それですごい大騒ぎしてくださって、なんか自分がアリアナグランデになった気持ちになるの高校に行くと。あともう人の波のなんかもう海ができて、モーセみたいになるの、なんかもう引き裂かれるみたいな、なんか私が通るともううわーみたいな、かき分けていくみたいになって、大スター、それがすっごい心地よい。うわ、で自分から話しかけに行っちゃうんですよ。そう調子乗ってね。でそれで粗品さんとか、れいちゃん待ちやで、これれいちゃん待ちとか言われて、何やねんお前とか言われたりするんですけど、すいませんとか言いながら。全然人見知りしてないじゃないですか。そうですね、なんか誰か応援してくれてる人がいたらもう本当にめちゃくちゃ触りに行っちゃうんですけれども、まあ基本はそうですね、だから二面性ある感じですね私は。あー、でも、うん、オンオフ、うん、はっきりできてるのかもしれないですね。いや、秋山さんから。秋山さんはね、ずーっと絵描いてますよ。ずーっとね、めっちゃ人見知りですし、なんかいろんなものが怖いっていうのを聞いて、なんか本当カフェとかも怖いらしいです。カフェで？
なんかスタバに入るのが緊張するらしいです。怖いらしいです。あ、そういう感じなんだ。もうだから私たちが一回連れて行きたいですよ ね。よく芸能人やってますよね、あの人。本当にすごいですよね。本当に、うん、秋山さんにも話聞きたいな。いや、私たち3人集まったら本当になんかプライベートで集まったら多分プライベートで集まるシュンってなっちゃう。仕事で仕事でラジオでぜひ会いましょう。はい、ということでここからはですね、今夜の企画に行きたいと思います。お、なことれいの愚痴代行。わー、はい、丸山れいさんの YouTube チャンネルでも大人気の愚痴動画、はいはい、今回は丸山さんと正直者の私で皆さんの愚痴を代わりに吐き出したいと思います。はい、今回はですね、メールだけじゃなくて文化放送のスタジオフロアや都内の男子校にも愚痴代行ボックスを設置して愚痴を集めました。すごい。じゃあスタッフさんもいるってことですか、このスタジオフロアってこと。そうです、そうです。え、男子校、男子校にも。珍しくない、なんか珍しいですよね。なんか全部で 1,2 年だけで、はい、315通集まったらしいです。マンモス校じゃん。1年だけで300通。先生も送ってくれたみたいです。すごいですよね。ありがとうございます、はい、ということで、今回の企画を通してぜひね、はい、皆さんにはスッキリしてほしい、幸せになってほしい、はい、と思うので、時間の許す限りどんどん紹介していきたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ早速皆さんの愚痴を見たいと思います。はい、ラジオネームななこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。マネキンが着ててすごく可愛かった服を試着してみたら、うん、似合わなすぎて全く別物で絶望。わかる、わかる、めっちゃわかる。とりあえず服屋さん入るんだけど、うん、どの合わせが合うかわかんないんですよ、うんうん、でマネキンのまんま買ってみるんですよね。はい、全然なんか肩がガンダム、なんでこんなに自分ってパツパツなんだろうとか思ったり。なこちゃんもしますか。私は身長が低いんで、うん、そのサイズが全然合わなかったり、ダボダボじゃん、うん、みたいな。とか、やっぱ丈で、なんか見え方違うんですよ。うん、いや、だからなんか、思ったんとちょっと違うな、バランスがね。結構あるかもしれない。だからなんか、マネキンあれ、もうちょっとなんかいろんな体型の作ってほしいって思いません？それ一番いい解決策かも。うん、そう、本当に。例えば、今骨格とかも3つで分けられてたり、うん、今もっと細かくもあるけど、うん、そういうのとか、身長もね、こんぐらいだったらみたいな、やってくれたらいいのに、と思います。わかるなぁ。なんかね、ほんと。誰に言えば、樹脂加工会社とかに言えばいいのかな、それってなんか、マネキンの、誰に、うん、何を言ったらいいんですかね。ほんと、でも、これめっちゃわかりますね。うん、超わかる。共感です。はい。これはもう私、うん、YouTube もよくやってるんですけど、うん、別に解決するつもりなくて、ただ聞いて共感する回です。私よくやってるんですけど。そうですね。代行するやつですからね。はいはい、じゃあ続きまして、東京都ラジオネーム、今日からやぶきなコンコルゲン、ありがとうございます。よくいらっしゃる方ですか。いらっしゃいます。そうですね。初めて聞くとちょっとツッコミが。すいません、初見の挨拶しちゃって。すいません。元気な方ですね。びっくりマーク5個もついちゃった。あ、元気すぎる。うん、電車で、次降りそうな雰囲気出しながら一生座ってる人許せません。すぐ降りそうな人を選んで目の前に立ってるので、降りない人は降りないオーラを出して座ってほしいです。あ、めっちゃわかるかも、嘘、私。降りる人分かりやすくないですか？え、そう。でもそういう雰囲気出して、うん、座ってるんかいっていう、降りないんかいっていうのが。キョロキョロしたりしてるってことかな。とか、荷物をなんかこうまとめるというか、はい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 。カバン前にこうしたりとか、うんうん、あ、次降りるんやと思ってその人の近く行って待ってんのに。全然降りないやんって時ある。座れないじゃん。それってどうすんの？目で圧力とか分かる？かけないです。さすがにそれはやんないけど。やらないですか？うん、めっちゃ分かるこれ。ああ。もう降りそうで降りない人いるなぁ。丸山さんは分かるんですね。いや、結構。まあ、言われたら分かる。でもなんか、あんまり分かんないし、私結構立てちゃうかな。あ、え、バレませんだって、電車で。全然バレないんですよ。嘘だ。私結構まんまで行ったりします。私中目黒の電車乗った瞬間に追いかけられて、なんかそのまま車両を越えて走って逃げたことある。大変。あるあるある。だから基本乗ったらドア側に体を向けて、下を見てるずっと。へぇ、もうすごい、もう陰キャの極みみたいな。なんか私、溶け込むの得意で。あ、うまい。全然バレないです。へぇ、なんか、結構。座りたがります。はい。じゃあ今度一緒に電車も乗る。なこちゃんと。なんで一緒になります。うん、見る。じゃあ続きまして、ラジオネーム、はい、タイラーさん、ありがとうございます。うちの庭にたびたび侵入してくる野良猫さんに物申したいのですが、うん、夜中に鳴くのやめてもらえませんか？わかる。うちも最近いる、野良猫。あ、本当ですか？めっちゃ見る。え、夜中に鳴いてます？夜中っていうか朝普通に。いるんだ。見る。へぇ。って言うから、ミャオって呼んでる。ミャオって。めっちゃまんま。どこを誰かも知らない。でもなんか隣の家の人
ことなのかな、えって思ってたけど、でも話しがいはしなくないですか。そうなんですよ。だからでも隣の家の人がなんか多分ドア開け閉めすると、あーって聞こえてくるの。入りたがってんのかな、ご飯欲しいっていうあれなのかな。あ、そういうことかも。あげるとやっぱ来ちゃうからダメって言いますよね。ダメなんだ、あげすぎは、はい、難しいな猫って、ね、何の話だっけ。あ、ごめんなさい、夜中に泣くのやめてもらえませんか。猫に対しての愚痴ですね。まあ、猫泣きたいもんだもんな、多分。どうも、ね、やめれないから、うん、猫へ控えてねくらいでしょうね。控えてね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。続きまして、三重県ラジオネームカズさん、ありがとうございます。なんでいつも水曜日だけ残業なん。今日のレコメン聞けなかったらどうすんの。僕は毎週水曜日だけ残業です。いつもレコメンをギリで聞いてます。ギリで聞いてるんだ。聞いてくれてるんだ、よかった。優しい。聞けろ聞けろ、今日聞けろ。うん、聞いてて。残業ってどんな感じなんだろう。なんでそんな急に決まるものなんですか、残業って。あ、急なんだ。水曜だけ。なんでしょ、何か足りてない。なんでなんだろう。頑張りが足りてなかったんですか。上司の人が帰りたいのかな、先に。あ、そういうこと。そういうのもあるんですか。つけられてる、もしかして。それはやだな、水曜日って一番ね、なんかやっぱ週の中でも真ん中で、頑張り時でもあるじゃないですか、自分の中で。なんか辛いですね。乗り越えられない。でも。聞けててほしいな。本当今日も聞けててほしい。聞けてたら、なんか X とか反応していただいて。確かに。はい、ね、メールを送ってもらってほしいです、はい。で、うちらがガッツポーズするって。喜ぶっていう。それにしましょう。うん。続きまして、ラジオネーム、とんこつさん、ありがとうございます。うちの姉と妹、朝寝坊してきては朝ごはんを食べながら、時間がないから髪のセットお願いって俺をパシってきます。さらにお風呂上がりはドライヤーで髪を乾かせって言ってくるし、俺はメイクさんじゃねえよ。ああ、めっちゃ甘えてくんだ。でも可愛い。可愛い。あんまないんじゃないですか。うん、俺はメイクさんじゃねえよってツッコミなんかしてね。なんか多分これちょっと嬉しいんじゃないですか。いや、嬉しいんだと思う。そんなことないのかな。ないものだりなんじゃない。なんかちょっと、ね、はんはん。逆にさ、急に大人になって言わなくなったら寂しくなると思うし。なんかそんな気する、うん。あの頃はね、言ってたのに。もうお前も大人だよね。変だね。わかる。ジョニーちゃんもそういう感じ。なんか、俺の中で、お前はもう5歳のまま。でもなんかすごい B 型の兄を嫌いって言ってますよね。そうそう、見てくれてます。そう、 YouTube 出たりしてくれてるんですけど。めっちゃ面白い。お兄ちゃんね、イライラするんですよ、自己中心的で。でもね、やっぱ愛されてるんですよ。そう、結局家族ってマジ大事。なんか何でも分かってくれるし、本当にそう、無条件に喧嘩できるの最高って思います、最近。だから、これは今はねちょっと嫌かもしれないけど、多分後からいい思い出になってるし、そう思う、嬉しいと思います。ほんと、はい、ということでですね、一旦メールはこのここまでとなります、はい、この後もまだまだ愚痴を紹介していきたいと思います。お待ちしてます。レコメン、この時間は三話シャッターボートレース振興会の提供でお送りしています。声で伝えなきゃいけないじゃないですか。耳でしか聞こえないかな、モノマネ。モノマネできたらいいなみたいな。できるかな。なんだ練習中ですか。ジャイアン。おいのみた、野球しようぜ。あ、ちょっとあんまりでした。まだまだでした。すいません、もうちょっと練習してきます。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに、生放送中の矢吹奈子のレコメン。この時間は丸山礼さんと一緒にお送りしてます。お願いします。お願いします。ジングル可愛すぎ。恥ずかしい、これ毎回どんな顔していいか分かんないですよね。はい、じゃあ私もやる。ドラえもん。のび太。のび太の方やってくれた。でもジャイアン、してみた。ジャイアンとのび太でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくな。初めて言ったこのセリフは。いい感じ、いい感じですよ。よかった、乗ってます。ということで、ここからはですね、男子校で募集した愚痴を紹介していきます。どんなことするんですか。はい、今回ご協力いただいた男子校はですね、はい、東京都千代田区にある生息学園高等学校です。ありがとうございます。実際の高校生とこうやって番組で関わるの新鮮なんですけど、丸山さんはこのさっきもお話しされてた新しい鍵で行きます。この学校に
ああ学校にロケ、ね、学校にロケに行ったりもしてますもんね。するする。学生さんと関わってみていかがですか？めっちゃ元気っすマジで。ああそうなんだ。今日も、うん、なんか学生がいっぱいいるところに行ってきたけど、はい、もう本当に元気。高校生ですか？高校生がいっぱいいたと、うん、ここに行ってきた。ギャルとか聞いたらギャルーみたいな。へえー、そういう感じなんだ。ノリが超いいやっぱり。へえー、あとなんか SNS 世代だから、はい、流行ってる音源とかをちょろって歌ったりするともうすぐ乗っかってくれたりとか、あと写真撮るのうまかったりとか。なんか不思議、うん、あんまこう学生さんと、うん、こう直接関わる機会ってあんまなくて私。あそっか。そうなんですよ。ファンの人とか、うん、なんか最近あんまりそうです ねなかなか会えない感じですね、うん、年上の方も多かったりするので。そっかそっか。皆さんの愚痴気になりますね。気になります、うん、この学校はですねめちゃくちゃユニークらしくて、うん、花池男子部、花を生ける男子部があったり、うんうん、鉄道模型研究部があったり、あ面白そう、うん、すごい自由度も高めだそうです。へー行ってみたいな、うん、じゃあ早速その学生さんのね、はいはい、愚痴を紹介していきたいと思います。そうなの、ありがとうございます。お、ラジオネーム山口さん、山口さん、山口さん、山に口って書いて山口さん。もうさ何その当て字みたいなさ。センスいい。センスいい。はい、はい、何ですか？朝ニュースで、うん、今日の運勢で1位だったがいいことが起きなかった。かわいい。だって学生ってやっぱ見るよね。よ、私もいつも見てから言ってた、見てから言ってた、見てから言ってとギリギリの時もありません、ね、時間的にね。でもそれだけ見たくていつもギリまで見てたな。ラッキーカラーとか全く当てになんないですよね。そうなんですよ。いや当てになってないこともないのかもしれないけど、たまにね当たるのかもしれないけど、ほぼほぼ茶色のなんかハンカチとか言われてもない、ね、まずないみたいな。ありますよね。でも行かなきゃみたいな感じになってね。そうそうそう、行くんすけど、いやかわいい、かわいい口だな。まああるんじゃない、気づいてないだけで。そうですね、うん、小さいことでもね起きてるかもしれない、いいこと、うん、トイレ間に合ったとか多分あるから。目を向けてみればね、うん、そうですね、幸せですから。確かに、はい、続きまして、ラジオネーム昭和第一希望さん、ありがとうございます。英語の授業でノーとノットについての説明が長すぎる。授業であったのかな、ノーとノットの違い。でも分かんないもん、うん、分かんない、分かんない人がいるから長く説明してくれたのかな、うんうん、あるある。まあ、なんか、ね、私は英語の先生が、キュートを教えるときに、はい、あの、キュートの文字、はい、クテじゃないよ、これ、クテじゃない、言ってるのがしょうもなさすぎて、それずっと覚えてる。なんでそれずっと覚えてるのかすらもわかんないけど。でも、それ言ってると覚えられるかもですね。あ、そう。C-U-T-E。クテだよ、クテ。クテじゃないよって言われてた、うん。YouTube も、ヨウツベって呼ばれてて、うん、書けるようになったもんね、私。なんかだから、まあ、いいように働けば。いいかもしれない。続きましてラジオネーム笹松さん、ありがとうございます。友達がカラオケで英語曲歌ってドヤ顔する。あ、いるんだ、高校生でも洋楽ね。それは大人になってもいますからね。うん、まあでも好きな曲を歌ってるってだけ。まあでもドヤ顔してるのが気になるのか、この子は。でもさ、みんなでカラオケ行ってる時になんか突然英語の歌を歌われて、しかも熱唱してたら盛り上がれなくないですか。私もやっちゃう、いや、やんないです。あんま人とカラオケ行くの好きじゃなくて、私、はい、そうなんだ。ちょっとダメなんです。一人で行くんすか。はい、行くとしたら一人です、ね、そうか。私そういうの見てたら笑っちゃうの、うん、でカバンに顔をうずめてなんか探してるふりして、やばっって言って笑ってる。一人で消化してるんですね。あ、そうそこでね、見せたらちょっと迷惑というか、その失礼になっちゃうから。なんか確かに、まあ、自分が好きな曲歌うのもありだけど、まあ、周りのね、うん、盛り上がりたいっていう人もいるだろうからってことですよね。そうそう、気分乗ってくるとね、うん、歌っちゃう人もいるの分かる。面白い。続きまして、ラジオネーム大森高間さだけなぜか SA って書いてある。わ、高間さ、本当にたまんない。男子校のノリ。じゃあ高間さ、とりあえずこれ書けば矢吹の子バラムじゃねみたいな、そういうテンションの。嬉しいですね。そういう風に書いてくれてんだ、はい、笑ってますよ。面白い。よかったです。しかもやばい、足が臭すぎる。なぜかというとって理由があるの。あ、知らない。汗かいただけだろ。なぜかというと、うんうん、そもそも靴が臭い。風呂上がりでも臭い。なぜならスリッパが臭い。もうやってらんない。最高最高。やばい、
面白い。面白いな。なんか少年漫画読んでる感じのね、くだらなさ。足が臭いって。全部臭いじゃん。理由を言うと、みたいなテンション感も面白いね、この人。なぜかと言うと。面白い。面白いな。いっぱい書いてるけど、実際あったらシャイな時もあるかもしれないですね、こういう人がね。こんにちは、くらいの感じで。面白すぎる。これはもう、どうしたらいいの？いや、なんか、どう？だって、足の匂い気になる。お風呂上がりでも臭いらしいですよ。そんなことある？なぜなら、うん、スリッパが臭い。あ、スリッパ多分もう汗かいて履いてんだ。あ、保護者の方へスリッパ買い替えてあげてください。解決です。はい、解決しました、はい、靴もね、靴が臭いんだったら、うん、あ、10円玉入れとくと匂い取れるって言いますよね。そうだ、本当に？え、本当じゃん。みんな首かしげてるよ。誰も知らないの？絶対違うの。え、なんかテレビで見た気がする。か、かわいい視聴者。鵜呑みにしてる視聴者だ。信じちゃってる。本当かな？やってみようかな。私結構臭いから。やってみる。暴露。普通に。ここに染みつけて帰る。全部ここに匂い置いて帰る。でも10円玉いいかもしれない。簡単だし。続きまして、ラジオネーム、パキパキパキスタンさん、ありがとうございます。ですね、友達が LINE のボイスメッセージで、放屁音を送信してくる。面白いからやめないでほしい。おならだ。おならの音を、でも面白いからやめないでほしいって書いてる。愚痴じゃないね。ん？愚痴じゃないですね。愚痴じゃない。放屁音？あ、放屁音？放屁音。へだけど、ひって読むらしいですね。え、そうなんですか？ほうひおん。あ、そうなんだ。ほうひなんだ。おならして、なこちゃんどう？おならとか聞かせてくれる？あ、おならエピソードですか？はい。ですね。NG。あ、全然。え、本当に？はい。いや、NG にしとこう。私がちょっと心配になってきちゃった。全然話してもいいんですけど、いいんですか？前にリハーサル、コンサートのリハーサル。本当に大丈夫？はい。みんなそわそわし出してるよ。え、大丈夫。本当に？もしダメだったら私が被せるんで、いっぱい大きな声で。わかりました。コンサートのリハーサルをしてる時にも、結構舞台監督さん、音響さんとかも集まった大きめのリハーサルだったんですよ。で、まあ楽曲やってて、出ない曲もあるんで、横の方で待機してるんですけど、メンバーと筋トレしようってなって、まあ、やっぱ体力つけたいしと思って。で、筋トレしてる時に急にこう音楽がパッて止まってて、その時ちょうど腹筋してたんで、お腹に力入ってプッてなっちゃって。やばっ。みんな聞いてた？ほんと、リハ室全部に響き渡って。もう、これは、私じゃないと言えない感じだったんですよ、もう。で、すいません、私ですって。言ったの？はい。潔い！すいませんでしたって言って。潔い！みんなの反応。まだ中学生とかだったんで。うわ、じゃあ HKT の時ってこと？はい。HKT。恥ずかしい。もう恥ずかしかったけど、うん、まあ、いい思い出ですね。すごい。私がしました。私が放屁。いや、そう、なんかやだ、放屁はやだ。すごい、潔いですね。それは、そんなことはありましたね。瞬間判断力がすごいです、それは。なんか、丸山さんのその YouTube 見てても、結構おならしちゃったってこう多くないですか、なんか。おいおい、あと私、ビリーズブートキャンプしてたらすごいおなら出た。なんて言いましたよ。すごい、ビリーズブートキャンプ。ビリーズブートキャンプ？うん、なんか昔流行った、筋トレ？なんか海外の人のエクササイズプログラムみたいなので、はいはい、それをやった。え、本当に同じ時代生きてる？うちら。ビリーズブートキャンプ通らないで来たんだ。アイドルやってたかな。そう、日本中で流行ってたんだよ。はい、ええー。そうそうそう。で、ビデオで家族みんなでやったりとかしてて、はい、それを久々大人になってやったらめっちゃおなら出て、なんか好きな人とかに見られた動画。最悪だった。この間おならしてたね。やだー。ちょっと嫌ですね、それ恥ずかしいかも。じゃあ続いてのメールを見たいと思います、はい、ラジオネーム、はい、キノピーさん、ありがとうございます。あ、58歳。あら、先生かな。ねえ、絶対学生なわけないじゃん、うん、何浪してんの。感じになっちゃう、留年してるってなっちゃうから、愚痴は神さんがトイレットペーパーの芯を捨てずにトイレに置いておくことです。うん、うん、使い切った人がゴミ箱に捨てればいいのに。うん、わかるこれ。奥さんが遅く、ん？お、あ、恐ろしくて、うんうん、恐ろしくてこのことを言い出すことができません。やば。でも言ってもいいのね。そんな怖い？怖いんじゃない？怒られてんのかな。でもさ、怒られるからこそ自分も怒れません？何しろ何しろって、こういうのはちゃんと捨てろとか言われてるんだったらより、じゃあ、あなたも、あなたでもあれじゃない、倍の力で怒られるんじゃない、多分。もう言いまかされちゃうんじゃない。肩に狭いのかな。私たちが代わりに言っときます。はい、お願いします。ナコさん、トイレットペーパーの芯捨てなさい。弱弱
やばかった。聞いてるかな。捨てない、捨てないかな。まあ、ここだけね、切り取って。ここ捨ててください。お願いします。旦那さんが困ってます。あ、優しいね。お願いします。普通に、うん、どの立場の誰って言われても。年下に言われて、嫌だろうな。ごめんなさいね。はい、続きまして、ラジオネームサボテンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。家にある苔植物たちの魅力を探しているのですが、見た目がシンプルすぎて何が魅力なのかどうしても分かりません。あ、あれ自分の趣味じゃないのかな。自分の趣味で苔集めたんじゃないのかな、あ、でも家に、実家ってことかな。あ、実家にあるやつが分からない。そういうことか。魅力を探してるらしいんですけど見つからないと。だいぶさ、なんか親に寄り添うタイプだね、親とか家族に。優しい。私は見つけないな。まず見つけようと思わないのが普通だからすごいですね。苔、って何が面白いんだろう。苔、あんま考えたことない。でもさ、見てって癒されるとかさ、ぼーっとできるとか、火とかと一緒じゃない。あ、なんかそういうヒーリング効果みたいなのもあるのかな。あと緑が家にあるといいって言いますよね。うんうん、ある家にないです。ないよね。ないな。あっても枯らしちゃうんだよね。大変ですもんね。はい、そうそう。でもお花もらったらお花飾ったりはしますけど。お花って何日まで持つタイプ。でもいつも、私実家暮らしなんですけど、はい、お父さんがこの間そのなんだっけ、保存のやつがなくなったって言って買いに行ったりしてたんで、結構持ちますね。お父さんやる。いつもやってくれます。お水変えたりも、お水やったりも。あ、すごいな。いや、面白かったですね。面白かった。ありがとうございました。学生さんたちの愚痴もありがとうございました。ということで愚痴代行はここまでとなります。はい、はい。じゃあ最後に、あれを一緒にやってもらいたいんですけど、はい、いいですか。あ、じゃあ、まあ愚痴をいただいたということで、はい、私も YouTube でよくやらせていただいてる、はい、もう本当に愚痴を言ってる皆さんに幸あれという気持ちで、はい、じゃあ手を、はい、あのひとつまみ、塩をひとつまみのポーズしていただいて、はい、せーの、幸パウダー。聞こえるかな、ひとつまみ。 ASMR Hi guys This is 幸パウダー。モノマネ始まった。ASMR のモノマネも私大好きです。ありがとうございます。よかったら見てください。はい。丸山さんにはね、このまま12時までお付き合いいただきたいと思います。はい、お願いします。はい。それではここで一曲、丸山さんからのリクエスト曲を聴いていただきましょう。はい。曲紹介お願いします。はい。新しい鍵の主題歌にもなってます。キートークさんでモンスターダンスです。文化放送。矢吹奈子のレコメン。みんなでアイス食べながらレコメン聞いて楽しい夜にしましょう。レッドブルプレゼンツ、翼を授けるみんなのティップス。このコーナーでは受験生または受験を経験されたリスナーさんから幅広く受験時にやってみてよかったこと、受験をする方におすすめなコツ、自分なりの受験の秘訣、つまり受験ティップスを紹介していくコーナーです。引き続きこのコーナーも丸山レイさんと一緒にお送りしていきます。このアガルミュージック何初めて。最高。そこを乗ってくれた人初めて。受験頑張れ、受験頑張れ。ずっとね、体が動いてる。お願いします。お願いします。はい、はい、このコーナーでは毎週テーマに沿った受験ティップスを募集していきます。ティップス、はい、います、はい、今夜のテーマは試験本番の会場での過ごし方です。はいはいはい。丸山さんは受験の経験ありますか。あります。受験したことありますよ。どうでした。何してたかな。でも私も本当にギリギリまで数式とか公式、あとなんかあのありよりはべり今そかりみたいなのを全部一生唱えたり書いたりとかしてて、はい、もう始まった瞬間にあの問題用紙のもう余白のところにそれを全部書いて、あ、先に書くんだ。タイプだったから、とにかく記憶をしておる。詰め込む詰め込むみたいな。頭にパッて入れたものを一旦問題見る前に一旦書くんですね、書いてた。あ、そういうやり方もあるんだ。あ、星印のところだけをもうとにかく基本を。星印なんかそういう丸とか二重丸とかっていうなんかその重要なポイントの押さえ方的よりももう星をとにかく、もうなんかその基本を取っていくぞみたいな感じの勉強してた。あとはなんかご飯をもりもり食べちゃうと眠くなっちゃうから、軽めに食べといて、終わった後にもうほんと丼とうどんとか、なんかそういうのをがっつり食べるの。食べ過ぎもダメなんですね。ご褒美にして頑張ってたかな。いいですね、じゃあちょっとメール読みたいと思います、はいはい、東京都ラジオネーム小平のゆうきさん、ありがとうございます。こんばんは。僕の試験本番での会場の過ごし方ですが、
時間ギリギリまで勉強していたノートを振り返るです、うんうん、本番前は特に緊張度がマックスになると思うので、うん、自分が勉強していたノートを振り返ることで、うん、こんだけやったんだから大丈夫と心を落ち着かせることができます、うん、僕の妹も来週受験があるので頑張ってほしいです。優しい。お兄ちゃん、お兄ちゃん優しいですね。うん、確かにね、詰め込んで詰め込んでね、うんうん、ポジティブですね、だいぶね。ですね。疑心暗鬼になっちゃうから。確認っていうよりかは、こんだけやったなら大丈夫だって自分を落ち着かせるために見てるんですね。うん。マインドコントロールです。うん。続きまして、ラジオネーム、チャピマルさん、ありがとうございます。私の試験会場での過ごし方は、マスクの中で変顔をすることです。え？緊張する場面でこそ、面白いことで笑えるくらい、余裕があった方が実力が発揮できる気がします。人がたくさんいる会場の中でバレないように変顔するチャレンジ、割と面白いです。緊張を解くためにだ、うん、抜け感ですね。やってんだ、マスクの中で。ちょっと見てみたいな。いや、まあ、バレないところでね、やるのはいいことですからね。まあ、なんかバレても面白いけどね。あの人変顔してるなって思ったらなんか余裕出てきそうな、ね、その人も、うん、他にね、いいかも。あのライバルに差をつけれる、多分それで。あの人すごいみたいな。動揺させれるから。めっちゃ面白いじゃないですか。いいやり方かもしれない。面白い。これで以上ですかね、うん。ありがとうございます。いや、皆さんぜひね、参考にしてもらえたらと思います。はい。そして、このコーナーは今夜で最終回となります。うん。ティップスを送っていただいた皆さん、本当にありがとうございました。受験生の皆さんはぜひ紹介した受験ティップスを参考にしてみてください。以上、レッドブルプレゼンツ、翼を授けるみんなのティップスでした。ここで番組からのお知らせです。現在実施中の受験生応援キャンペーンに関連して、リスナーの皆様にレッドブルのプレゼントも実施中です。プレゼント希望の方は番組までメールをお送りください。メールアドレスは、reco@joqr.net です。また、レコメン公式 X では、フォロー&リポストでレッドブル受験応援ボックスが当たるキャンペーンも実施中です。そちらもぜひチェックしてみてください。はい、せーの、ラストスパートみんなで乗り切ろう。今日も元気に生放送中。メールアドレスはreco@joqr.net。 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。やぶきなこのレコメン。今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。文化放送では、今回の地震で被害を受けた方々を支援するため義援金を受け付けています。口座番号は、三井住友銀行浜松町支店普通預金 770-4052。 口座名は文化放送災害募金です。銀行振込手数料はご負担願います。ご了承ください。また、文化放送2階ロビー受付でも募金箱を設置しています。受付時間は平日午前9時から午後7時までです。皆様からお預かりした義援金は、中央共同募金会を通じて被災地にお送りします。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。Please enjoy. Thank you. 矢吹奈子のレコメン、優香で星月を聞きながらのエンディングです。この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞き直すことができます。今日はですね、丸山礼さんとの、はい、まあ、愚痴代行ですかね。そうですね、いっぱいいただいて。はい、もう一度聞きたいという方はこちらからどうぞ。友達にもぜひ共有してください。この後、深夜0時からは、今井大地のレコメンです。0時5分頃からは、キスマイフット2、キスマイレディオ。今回のパーソナリティは、藤ヶ谷大輔さんです。0時35分頃からは、キング&プリンス、永瀬廉のレディオガーデンをお送りします。明日、木曜日のレコメンは、吉田仁人さんが担当。ゲストは、バンドのシャイトープさんです。そして、金曜日、文化放送で放送中の内田理央のレコメンフライデーは、オッサンズラブ、リターンズの主題歌を歌う。スキマスイッチさんをお迎えします、うん、そして来週ですね、2月7日水曜日の矢吹奈子のレコメンにはゲストに
僕が見たかった青空から西森彩さんと塩釜奈々さんのお二人が登場します。皆さんお楽しみに。ということで、はい、ゲストの丸山礼さんに11時台のエンディングまでお付き合いいただきました。本当にありがとうございました。最後になんかお知らせあったりしますか？そうですね、なんか今週言いたいことがいっぱいあるので、はい、あの告知、はい、もう重大な告知があるので、はい、ぜひ私の SNS にあの貼り付いてほしいあ、今週あるんです、今週やるんですよ。あと何日かありますけど、ね、じゃあずっと、はい、今週末ぐらいに言えるので、うんうんうん、それを絶対に聞いていただきたい。もう絶対今フォローとかも全部しといて。そうなんですよ、うん、あのあるお仕事なんですけど、はい、なこちゃんのゆかりある人とも仕事してます。ほ痛い痛い、一番痛いの怖かった私なんですけど、はい、めっちゃ楽しみにしててほしいです ね。じゃあ皆さんぜひ丸山さんの SNS 貼り付いてもらいましょう。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、まだねちょっと時間があるので愚痴来てるので読みますね、はい、あ、ラジオネームは匿名希望さんです、うん、はい、彼女の LINE の返信が遅すぎる、うん、現在5日連続未読無視されてます。いや本当に付き合ってるそれ、うん、心配。5日間は結構長くないですか？長いかも。彼女大丈夫そう？なんか心配になりますよ、なんか、うん、そのえ大丈夫生きてるかな。遠距離じゃなかったらもう家まで突撃しちゃうタイプ私えみたいな。え、電話とかしないのかな？電話してないのかな。ねえ、電話とかをしちゃえばいいよ。してもいいよこれは、うん、なんかどっか南極とかに行ってないよ大丈夫だよねなんかね電波が届かないところとかに行っちゃったりして、うーん、なんか大丈夫一旦ね。でも毎回なのかもな。あー本当に彼女の LINE の返信が遅すぎるって言ってるから。あ、いつものこと？いつものかもしれない。だとしてもね、5日はね長いな。せめて2日かな。話し合った方がいいかもしれない、こういうのって。丸山さんはどんぐらいの頻度でしたいですか？1時間。おー、1時間に1回ぐらい、はい、まあ、仕事でねできない時はあるだろうけど、はい、最低。最低、あ、それやりすぎかな。いや、まあ、半日に1回でもいいかも別に、うんうん、消息確認ができれば。でもやっぱ朝と夜はしたいですか？いや全然したくない。ああ、そうなの。はい、私すごい揺らいでる自分がだってさっき1時間って言ったのに、うん、朝と夜しなくていいごめんなさい。どっちもあるかも。どっちの日もあるって感じで。確かにね、はい、まあ、その気まぐれ、まあ、楽にね、うん、LINE もしたいですもんね。めちゃくちゃ欲しい時もあるし、したくない時もあります。ありますね、そういうこと、はい、ということで急いでラスト1個読みたいと思います、はい。ラジオネームオフィシャル弱弾リズムさん、ありがとうございます電車に乗るたびに様々なカップルがイチャイチャ、あ、イチャついて見せつけてきますねえ、そんなつもりないと思うよそんなつもりないと思う。ただイチャイチャしてるだけ、はい、ラブラブなだけ、はい、幸せに皆さん幸せにって思ってみましょうね、はい、ということで、それでは私とはまた来週お会いしましょう。この時間のお相手は矢吹奈子とゲストの丸山礼でした。またねー。幸せパウダー。あ、サチパウダー、ね。サチパウダー。最後の最後間違えたかもしれない。サチパウダー。ねえねえ、ほんとに連絡先交換したのにさ。バイバーイ。バイバーイ。